ナルチャンネルのマサです。いやです。今日はね、もうとうとう僕らもやっちゃいます。やっちゃいますよ。なんなら俺人生で初かもしれない。あ、マジで。これっすよ、これ今日じゃねえ。こいつらな、こいつら。この水ですね、洗濯のりです。放射ですね。もうこれはね、放射ってだって使い方俺一つしか知らないの。うん、何？スライムですよ。その通りです。夏ですから。そう、今日はひんやりスライム。夏だからスライム自体をもう冷たくして、どれが一番綺麗かっていう勝負です。企画崩れたー。今回は冷たいと思うもので3つ用意しました。そう、1つ目ハッカー油、これシーブリー。シーブリーです、ね、でスペシャルゲスト、保冷剤の中身を出して、もうこれなんならこれもうスライムだし、こいつでね、とりあえずやってみたいと思います。早速ね、作っていこうと思うんですけど、謝らなきゃいけないことが一つですね。こちらの、ケース、見栄を張るために置いておりますが、今回これ使いません。使いません。使えるのはこちら。これじゃあ紙コップです。だからこれに一つずつ4つ作りたいと思います。では早速作っていきましょう。早速スライムを作っていきたいんですけど、ここでね、一つお知らせがあります。挨拶からここに撮るまでの間で、僕たちスライムをちょっと実験的に作ったんですけど、もう3時間作り続けました。マジで大変だったから。僕たち YouTube 上にあるスライムって名前がついてるとか全部見たから。全部。容量が超大事ですから、まずここに水を30入れますね。おい。次にこの洗濯のりですね。もう見てください、減ってますから。めちゃめちゃ減ってますよ、これ半分ぐらいしかない。半分使いましたからね、実験で。30を、30、もう30入れます、ここに。来た。30g 量り、プロの人じゃん。まず、ハッカー油で作りたいと思うので、青い色にします。で、これで、青、洗濯のり、水ができました。次に、もう一つね、容器を用意します。ここに、またもう水30入れますね。で、ここで、登場するのがこちらですね。使用用途に、スライム作りぐらいしかない。そうですね、これを 3g 入れます。なので33になるまで入れます。なんでかっていうと 30+3 は33だからです。そうですね。これをまた先ほど同様に魂を込めて混ぜます。よし、まあ、軽く混ぜたところでハッカー油を投入したいと思います。すっげえ、飴のハッカーあるじゃん、うん、あれを急に俺に話しかけてる人じゃん。敬語だったのに急に対象が俺になってんじゃん。ほら、発火の飴の10倍ぐらい発火です。これはたくさん入れます。確かにもう匂うな、こっちまで。ほら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 。で、いよいよここがポイントですね。ドッキングの時間です。この水を入れて、あとは魂を込めて混ぜるだけです。おお、すげえすげえ。めっちゃいい感じですよ。ほら、ほんとだ。おお、いい具合の硬さでしょ。硬すぎず、柔らかすぎず。これにたどり着くまでに3時間3時間かかってますから、これね。一つ完成です。ハッカ油スライムですね。この要領であと3つ作っていきます。今もシーブリーズと普通のスライムができたんですけど、そう、この赤いのがシーブリーズ、緑が普通ので、今度はこの保冷剤を入れるんですけど、うん、そのシーンをね、収める。これ 98% 水で 2% が高吸収性ポリマーらしいですよね。この謎の白い汁を入れます。で、ここに放射水を。うわ、すげえすげえ。今何時ですか？今ね、1時半です。もうそんなんなってんだ。深夜の1時半です。はい、完成しました。で、こっちから普通のハッカー油シーブリーズ、これが保冷剤のスライムです。まぁ、ちょっとね、軽く触っていきます。まず普通のスライムで冷たさを感じて、なんかまぁ、そんなだよ。2だ、何中の2で。これがまぁ、2らしいです、マサイ枠。これが基準だね。まぁ、そんなに冷たくない、やっぱ普通だから。じゃ、次はパイナップルジュースをちょっと触ります。あ、これね、1、ちょっとこっちの方が冷たい。マジ？俺ちょっと同じか、ちょっと冷たいぐらいかな。まあ、こっちはこっちは、まあ人によるぐらいかな。じゃあこいつをまず触っていきたいと思います。匂いはすごい、確かに。あー、いや、1だ。また 1？ うん、普通の方が冷たい。普通の方が冷たいわ。じゃあね、最後はこれをね、
触っていきたいと思います。あ、そう。もうやばい。冷たいよ、マジで。あ、冷た冷た冷たいよ。全然違うじゃん。全然違う、これ。あ、全然違う。一瞬でわかる。うん、これだって、わかるもん。匂い嗅いだら、ハッカー油だって。それそうだ。で、まあ、軽く触ってったんですけど、まあ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 、これはね、通常の状態なんで、これを、冷蔵でちょっとしてきて、どんぐらい冷えるのかっていうのをまた比べたいと思います。じゃあ、冷蔵していきます。はい、30分ぐらいね。冷やしてきました。まずね、じゃあこのノーマルスライムさんですよ。うわビタン冷たい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 、すごい冷たさ。どうですか？だからこれが基準でしょ。基準だよ。70億、70億が基準になってしまう。こうやっていく、いくわ。この保冷剤を入れたスライム、うん、めっちゃ冷たいぞ。本当にやばい。触ってみ。あ、本当だ。冷たいな。でも69億3だな。まあ確かにそんぐらいな気がする。だよな。うん。で、この赤いの触りまーす。シーブリーズスライム。冷た。マジ？冷た冷た冷た。あ、冷たい冷たい冷たい。あ、冷たいな、これは。これは70億10ぐらい。なんでさっきから数字のさ、一番下がすごいさ、細かいの。これは普通のやつより冷たい気がする。これ相当冷たい、ね、冷たい冷たい、普通に冷たい。なんだろう、ひんやり成分、うん、じゃあ最後は本命ハッカー油いきたいと思います。あ、来たぞ。あ、冷た。本当に格が違う冷たさ。格が違う。一瞬で分かる。あ、一番冷たいわって。70億15。これどっちかっていうとやっぱハッカー油がすごい。すごい。だからもっと入れたら、もしかしたらずーっと冷たくなるかもね。はい、今回はね、夏ぴったりひんやりスライム作ってみたんですけど、遊ぶのには最適、最適。めちゃくちゃいろいろ混ぜると楽しいし、なんだかんだこの泣き入れ混ぜてみる。そうだね、楽しかった。ぜひね、これ以外の組み合わせがあるので作ってみてください。で、もし作ったら教えてください。本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter、LINE ライブ、Instagram のフォロー、そしてぜひ友達にも教えてあげてくださいね。はい、また明日。ありがとうございました。イエーイ。全然伸びねえじゃん。やべえ、高校生に戻りたい。